一武道会決勝戦の場所。力の大会ついに始まったのね。誰が最後まで勝ち残るか、ワクワクのドキドキなのね。最高は何でホッとしてんだ。もう試合始まってんぞ。私は悟空と味方同士なのかよくわからない。強敵と戦えるのなら異論はない。行くぞ。このままではまずい。通用しないとにしてもおっさんもすげえよな。誰も生きてらしなんだもんな。私は生き返ったことになっているのか。妙なこともあるものだ。悟空、私以外にも生き返った人がいるんだ。あ、フリーザだ。今別のことで戦ってみていたんだな。あいつが力不足じゃないか。あいつも強くなってんぞ。ま、熱は。どうしてこんなことに。みんなの幸せ、愛をお届け、イブリアン。選手の人たちまだまだいっぱい残ってるね。
そうだね、ちょっと物足りないのね。あ、いいこと思いついたのね。なになに？残った人たち、最後の一人になるまで戦ってほしいのね。いい考えなのね。それじゃあ、始め。楽しくなってきましたね。おっしゃね、二回戦だよ。見てよ、仲間でして大丈夫だ。ケンちゃんを怒らせる方がいい気がするんだよな。ケンちゃん、ゼンちゃんが誰かは知らんぞ。わかった、私もお前でして戦えるのはありがたい。全力で行くぞ。どうやら微妙な勝負になりそうだ。貴様に教えることはもう何もない。